ジムか。久しぶりぜ。世界グランプリ以来か。ここにいるってことは調子はいいみたいだな。ああ、悪くないぜよ。今ならお前とも対等にやれる気に。そうか。ま、俺もお前が相手なら不足はない。俺はグランプリの成績がお前の実力だとは思ってないからな。でも、今の俺があの時のままだと思わない方がいいぜよ。ほう。ちょうどいい。お前とはここで戦っておいて損はないぜよ。改良を重ねてパワーアップしたネイティブさんの実力、次のグランプリの前に特別お前に見せておいてやる気に。随分と自信があるみたいだが、俺たちもグランプリが終わってから何もしていなかったわけじゃないぜ。無論お前たちブーメランズ専用の対策もパーフェクトにしてきている。なら、かえって計画の変更をした方がいいぜよ。その必要があるかはレースの結果で決めさせてもらう。お前のバックブレーダーと必殺技のパワーブースター、どちらも分析は完了しているぜ。悪いがこの勝負俺がもらう気に。望むところだ。そう簡単に分析できるほど俺たちは甘くない。対策があるなら出し惜しみしない方が身のためだ。言われなくても分かってる気に。全力で行くぜよ。計算通りパーフェクトだ。これで5勝。かー、やられたぜよ。なるほど。確かにもう一度ブーメランズ対策は変更した方が良さそうだな。気休めはいい。俺の乾杯ぜよ。別にお前相手に気休めを言ったところで何のメリットもないさ。お前が俺を追い詰めたのも事実。現時点でのネイティブさんの実力が分かったのは大きな収穫だ。俺もこのままじゃ次のグランプリで勝てないってことが分かった以上、帰って一からやり直しぜよ。ああ、期待してるぜ。仕方がない。今回はお前に譲ってやる気。だが次は覚悟しとくぜよ。今がどうであれ、次のグランプリ優勝を俺たちがいただくことは変わらない気に。次もパーフェクトにいただくさ。またな。
久しぶりだな、ミハエル。うん、やっぱりいると思ったよ。ここまで来るってことは、お前も順調に勝ち進んできたってことか。ま、お前なら当然か。でもみんなすっごく早くてさ、ちょっとびっくりしちゃったよ。ちょっとお前らしい言い方だな。そう？いいさ、お前が誰とレースしてきたかなんてどうでもいいことだ。ここで俺と戦うという事実に変わりはない。そうだね。お前に会えたのはラッキーだ。お前とは一対一ではっきりと決着をつけておきたかったからな。僕も君はマークしておきたい相手だったよ。アストロレンジャーズは次のグランプリでもきっと大きな壁になるだろうからね。なら話は早い。お互いの成長具合を確認するいいチャンスだ。次のグランプリの前哨戦と行こうか。いいよ。お前の実力は今さら聞くまでもない。バックブレーダーの調子も上々だ。全力で行かせてもらうぜ。もちろん、こっちも全力で受けて立つよ。ここでお前を倒してパーフェクトに優勝をもらう。勝負だ。手加減しないよ。計算通りパーフェクトだ。これで6勝。ベルクカイザーパーフェクトだ。ああ、負けちゃった。勝てると思ったのに。お前もいつまでも無敗ってわけにはいかなくなってきたな、天才レーサー。言いたい放題言っちゃってくれるよね。それだけこの一勝には価値があるってことさ。はっきり言って差しの勝負でお前のベルクカイザーに勝てる保証もなかったからな。別にそんなこと言ってくれなくてもいいよ。この借りはちゃんとグランプリで返すからさ。悪いが次に勝つのも俺だ。こっちもグランプリの優勝は譲れないんでな。本当はすっごく悔しいんだよ。だから勝ちを譲ってあげるのは今回だけさ。次は負けない。期待してるぜ。